こんにちは、速稼塾の久保です。まあなんでね、YouTube の再生数を減らしに行くのか、なぜ YouTube のチャンネル登録が減っても全く構わないのか、まあ、これはですね、もう吉谷さんがそのまんま見本を見せてくださってます。確かにチャンネル登録が10万人とか100万人いたりね、動画を上げるたびに100万人、1000万人というふうにね、見られる方がそれは有利なんですよ。有利なんですけども、果たしてね、私たちはチャンネル登録10万人とか100万人なければやっていけないんでしょうか。動画投稿して再生数がもうね、100万とかね、1000万、いや10万とかね、常に1万とかないとやってられないんでしょうか。いや、そうではないと思うんですよ。YouTube を上げることによって得られる効果、そして目的っていうのは様々あると思いますけども、多くはですね、自分が信じていること、もしくは自分が学んでいることを他の方と共有するっていうこと、要するに信頼関係をどう構築するかってことが一つですよね。でもう一つが、おそらく商品を販売してそこからね、利益を得て稼いでいきたいってことだと思うんですよ。でこの稼ぐってことに関しましては、方法は2つあって、それは動画内で商品を売る、もう一つは広告収入ですよね。そう考えたら、広告収入だけを望むんだったら確かに再生数とかチャンネル登録は必要なんですよ、広告収入っていうのはね。で多くの方がこの広告収入を狙って、まあ、誰かに自分が直接手を下して商品を売るわけではないけども、自然に広告収入が集まっていることを望むと思うんですよ、うん、まあ、これを考えてるんだったら再生数を上げるしかないと思いますけども、で私は吉谷さんが考えてるのは、たとえね、チャンネル登録が1人でも再生数が1であっても、確かに自分のことを見てくださる方がいれば、もうすでにね、ビジネスは始められるってことなんですよ。どんなにね、売り上げを上げてる人でも、どんなに商品を売ってる人でも、お客さんが手にする商品っていうのは一つなんですよね。基本的には一つです。リピートでもしない限り。私もね、スーパーに勤めていた時に、お刺身を切ってたんですよね。お刺身をパーッと切っていて、お刺身のパックっていうのは大体6点盛りって言って、ネタがね、6貫並んでるやつが主力商品でいくんですよ。これを980円とか1280円で出していくんですけども、ところがですね、私は1日に何十パック何百パックと切っていく中で、大体1パック1分で作るのが、まあその会社ではね、レギュラーっていうか1人前とされてることなんですよ。4つの刺身トレーを並べて、で、4つを切るのに大体4分から5分ね、トレーを並べるところからパック詰めするその直前までですよ、根付けをする直前まで、できたよーってからね、パートさんに渡すまで4パック5分以内で切ることが目標でした。まあ1パック1分っていうのはね、そのためには絶対にクリアしないといけないところだったんですけども、スーパーで刺身を切ったことがある人がいるとしたらね、このスピードがどのぐらい速いかってことが分かると思うんですけども、そうしないとやっぱり年末年始とか来店客数とかこなせないわけなんですよね。でも指摘を受けたことがあります。私は何十パック何百パック刺身をお前が一人で切ろうが、お客さんはその中の1個を買って帰ると、その1個が全てなんだよってことなんですよ。まあですんで、何十パック何百パック作るにしても、一つたりともね、手を抜いてはいけないし、失敗作がまあ何個か作ってら失敗作あるよねって感じで売り場出しちゃいけないっていうことだったんですよ。ここから私が学んだのは、そうなんだと、自分が上げる売り上げってのは何十万何百万円になったとしても、お客さんは一つの商品を買うことによって私全部を評価するんだなと思ったわけですよ。そう考えたら逆にですね、一人の人に商品が売れないのに、チャンネル登録一人とか再生数1の時に商売ができないのに、人数が増えた時にどんな商売ができるんだということなんですよ。それはたまたま偶然売れたってものになってくるんですよね。でも一人しかいなければ、その一人に心を尽くして身を寄せて、本当にね、心寄せ合って寄り添ってじゃないと商品っていうのは売れないと思うんですよ。まさにね、どちらかというと私は吉谷さんはそちらの方ですよね。一人一人の悩みとか苦しみとか、そういったものに寄り添って、その人一人のために商品を作る、一人のために売るってことをね、やってきているってことなんでしょうね。きっとね、こういう考え方はほとんどの方できないと思います。数が増えれば大丈夫みたいな思ってますけども、逆ですね。私たちはね、減っても大丈夫みたいなね。それが証拠にですね、この億万長者合宿のリレーって続いてるでしょ。これはお互いにお互いの心を捕まえてるからだと思うんですよ。もうめんどくさいから仕方なくみたいな意識ではなくて、もうね、なんでやってるという意識もないですね、これはね。条件反射、送ってこられたから見て送り返すみたいな感じですよね。で、そういうふうに意識して動画を作る、意識して見ていただく、意識して動画を見る、意識して返信するみたいなフェーズをくり抜けると、無意識にやってるっていうフェーズになるんですよね。
私ははばかりながら無意識にビジネスができているんではないかなと思います。いろんな動画を公開する中で売り上げはその中から自然に上がってくるんですよね。私の動画の中でセールスもしてませんし、 LINE アットにへの誘導もしてません。どこへも誘導してないんですよ、ね、私は動画があるだけなんですよ。動画概要欄にどっかの、ね、なんか誘導リンクとかないわけですよね。でも速稼塾ってものが売れていくという形になっております。まさにね、こういうことを多くの方は求めてるんじゃないかなと思うんですよ。それはどういうことかっていうと、いろんなジャンルで動画を上げてると、こちらがセールスかけたわけじゃないのに問い合わせがあって、まあ、速稼塾っていうのは何なんですかとかね、速稼塾に入れてほしいんですけどみたいなことが向こうから来ると、向こうから来るわけですから、すごくねこちらからもご案内しやすいですよね。私の場合はだから、お得な情報がありますよって言ってどっかに誘導して、その中でガンガンセールスかけるっていう手法ではなくて、それすらしてないというね、何もしてないって感じですよね。まあいわゆるそれがビジネスをしてないって私がね位置づけるところなんですけどもね。まあでもね、私もね自信がないところがあります。 LINE アットへの誘導をしたとして、誘導されて来てくれる人が果たしているかなというね、そういう恐怖もありますんで、 LINE をやらないのかもしれません。相変わらずこの YouTube だけで、このスタイルで行けるところまで行ってみようかなと思いますし、逆にですね、まあ、要するに視聴者さんの売り上げに頼らない、そういうふうな売り上げがどのぐらいまで追求できるかっていうのも私自身すごく興味があるところなんでね、まだまだ続けさせていただきます。速稼塾でございました。では失礼します。